トーークテーマ、今回のテーマなんですけどもスポーツクラブの経営の新しい形今話題のクラブトークとは何っていう内容なんですけども私視点身、まあ、聞こえない当事者として、えー、こんな見方、えー、こんなことをちょっと聞いてみたいっていうスタンスで示させてください。 ちょっとまずですね、あの皆さんにちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいんですけれども、いいですかじゃあ先にですね、ヨモさん、よろしくお願いいたします。はい、えー、私の名前はヨモと言います。えー、よろしくお願いします。はい、拍手、皆さんありがとうございます。皆さん、拍手、ここじゃないんだよ。 シマの拍手はこっちなんですよ。そう,そうそう、拍手書こっちですよ。ありがとうございます。しゃべれないんで、えー、自己紹介というと、まああの鎌倉インターナショナル FC の代表オーナーをやっております、よもです。よろしくお願いします。なるほど。ありがとうございます。今、シマ通訳、鎌倉ってどういう証言したの鎌倉 えー、あへえ。鎌倉大仏ね。大仏だ。そっから来てるんだ。<ー>なるほど。僕も鎌倉なんだよね。なるほど。<ー>今日は鎌倉に合わせましょう。よろしくお願いいたします。じゃあ次はですね、川内さん。よろしくお願いいたします。はい、えー。こんばんは。私の、えー、名前は、か内と言います。よろしく。 おはいします、素晴らしいですね、えー。じゃあ、どんなことを担当されていますかえっと鎌、鎌倉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 、監督をしております。あとは、ブランディングの責任者も務めております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。タスクさん、よろしくお願い,いたします。はい、えー、私の名前はタスク。 と言いいまます。す。よろししくお願いしますはい、ありがとうございます。ちょっと硬いよ、大丈夫タスクさん。はい <laughs>、何でしょうかは <laughs> 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 あ、今何をお仕事されてますか教えてください。はい、えー、と今はですね、あのベロスクロノスツノという,う J リーグを目指すクラブを宮崎県でやっています。よろしくお願いします。 ね、ベロスクロノス角の通訳めっちゃ大変そうだったよ <laughs> ありがとうございます。今宮崎にいるんですよね。そうです。いはい。でヨモさんがシンガポールにいるんですよね。シンガポールにいます。シンパシンガポールにいますね。えあマライオンねマラいよ。マラないよな。マラ でちなみに、えーと、川内さんが、えー、鎌倉にいますよね。はい。で、改めて、いろいろとねあの、聞きたいことが3つ、4つぐらいありまして、どんどん聞いていきたいと思うんですけども、今回のテーマの「クラブトークンとは何?」っていうのをですね、ま,あ、まずは基本的なところですので、ヨモさん、ちょっと教えていただいて構いませんか。 はい、えー、改めて、クラブトークンなんですけど、あの世界的にはですね、こうファントークンなんて呼ばれているものなんですけど、これ、一言で言うのがすごい難しいんですね。で株式、株ですね、株のようで、株でもなく、えー、なんだろうなこう、クラブの会員権みたいなようなもので、 会員権ででもないんですが、まあ、何かというとトークンを買ってもらうこのクラブのファンになってもらってこのトークンを買ってもらうとそのトークンを別の人に売ることもできるんですね。でこの価値が上がったり下がったり値段が上がったり下がったりするものですから、まあ、それによって、まあ、株みたいにこう利益が出たりとか逆にまあ損をしちゃうこともあるかもしれないんですが。 まあ例えば僕ら鎌倉インターナション FC というものがどんどんこれから J リーグの方に上がっていくと価値が上がっていくとなるとこのトークンというものの価値が上がっていくので早い段階で買ってもらった人というのはえなんていうんですかねこう含み益を持っている状態でまあもし売るとそこで利益が出ますよというようなものでもありますしまあ一方でこのファンの印 でもあるので、このトークンを持っていることによって、我々クラブからこんなプレゼントがありますよとか、こんな企画に参加してもらう、例えば、えー、例えばですけど、クラブのユニフォーム A 案と B 案があって、えー、この2つ、どっちがいいっていうのをファンに決めてもらうみたいな、こういう投票をしてもらったりとか、こんなことができたりします。ん わかりますわかるわかる。なるほどと思って、実際に今、クラウドファンティングっていう言葉もう浸透してきていると思うんですけども、クラウドファンティングにはなくてフラ、ファントークにはある。こういう部分って何かありますか一つ、このクラブトークンの特徴として、僕たちはフィナンシェという、うん サービスの上ででやってるんですけどこのフィナンシェのアプリの中で、スマホのアプリですね、中でチャットルームみたいな、えー、なんだろうな、スラックとか使ったことあると思うんですけど、ああいうようなものをスマホの中で、クラブとファンの人たちがコミュニケーションできたり、ファンの人同士がコミュニケーションできたり、そういうコミュニティなんですね。 今回のクラブトークンというのは仲間たちっていうのを継続してつながっていられるコミュニティなんですと、うん、こう捉えてもらえるといいかなと思います。なるほど、なんかクラウドファンディングはもう一発みたいないや言い方わかんないんだけど、でもう継続性がない。うんファン トークは継続があって、これからも関わり続けていきましょうねっていう感じなのかなそうですね、あの、本当に、厳密に言うとちょっと違ったりもするんですけど、皆さんの理解のためには、今の捉え方で OK で、例えば、例えば、植松さんが鎌倉インテルのトークンを買ってもらうと。 これを例えば1万円分買いました。で、僕たちが J リーグに行きますと、1000倍の価値になりましたと。したときに、その1万円が1000万円になるんですね。で、これってクラウドファンディングの時にはなかった話ですね。うん、なるほどでちょ。いろいろね、聞きたいことがあるので、次に行きたいと思います。で今回 トークンで購入したお金はどのように有効活用できるか、まあ、さっきの、ね、回答の中にもありましたけれども、鎌倉インターナショナル FC の考え方があると思うんですけれども、いかがでしょうか。はいえー、とまずその皆さんにこうトークンを買っていただくと、そのほとんどの金額がクラブに入ってきます。厳密に言うと,、えー、と、どう使うかというのはもうクラブ。 次第なののでで我々の中で決めますなんですけど、じゃあ、例えば僕のポケットに入れますとかですね、うちの人件費に充てますみたいなのではさすがに味気ないなと思っていて、例えばチームを強くしますよかもしれないし、なんでしょうね、今の SNS のデザインとか、うちは結構凝ってますけど、もっとかっこよくしようというところに当てるかもしれないし、その中で、今、実は僕らスタジアム、グラウンドを作ってるんですけど、 それが、えー、とあと1ヶ月ぐらいで、えー、オープンになります。でそうなった時に、えーと、僕が一番使いたいなと思っているのは、育成の部分、子どもたちの部分ですね。子どもたちのスクールを、えー、これから始めていくんですけど、いかん,せん,いかんせんというか、えー、すごく広い、えー、フルコートができますので、そこにたくさんの子どもたちが、えー、いわゆるサッカーを学び、えー、なんだろうな人間を育成すると。 いうことが僕らできると思っていて、じゃあそのコーチをできるだけいい人を呼び込もうとか、えー、できるだけなんかこう、いい、えー、なんていうんですかね、こう、機材というか、エキュープメントを揃えようとか、こういうところに僕は当てたいなと思ってて、まあ、さっきファンディングっていう言葉を使ったかもしれませんけど、えー、会社でいうと資金調達とかですね、えー、資本金みたいなイメージになるので、何かこう、新しいことをやりたいんだけど、 はじめにお金がないよねっていう、こう、ニワトリと卵の、はじめの卵を産むみたいな、こんなイメージを持ってもらうといいかなと思います。うんうんうん。分かりやすいですね。10月にオープン予定なんですね。グランドの中で素晴らしいですね。そのグランドでぜひですね、あの、うちの子どもたちに限らずに、全国のいろんな子どもたち、障害を持っている子どもたちもたくさんいるとは思うんですけれども、 あの、鎌倉に集まってですね。そんな賑やかな雰囲気も作りたいなとい思っています。また、個人的にもね。ちょっとデフサッカーのあの日本代表監督をしていますので、デフサッカーの試合交流試合他にもね。 あの障害サッカーって7つの団体があるので、7つの団体が、ね、その鎌倉で集まって、交流、あとは試合とかあってもいいとは思うんですが、そこで、ね、トークを出すことによって、いろいろと活動幅がどんどん広がっていくのかなと思っています。でちょっと今回、川内さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、去年までアルゼンチンにいたんですよね。はい、い、えー、アルゼンチンチにいました ああ3年間いました実際3年間いたんですね。で、このアルゼンチンで見た、はい、その感じたその景色とか、あとは魅力とかあると思うんですけども、それも踏まえて、今回の鎌倉インターナショナル、インタルの中のトークで、なんかつながるものってありますかそうですね、でもアルゼンチンは本当にそのサッカーが。 えと文化というかあの国の何かこうそのものなのでこうやっぱりグラウンドの数の多さとかこう子どもたちがサッカーをしているこ,うことを見かける多さとかやっぱり全然あの違うので日本とはなのでやっぱりこう今まであの鎌倉の住んでいる子どもたちだったりとか、えーとまあ、市民の方も含めてなかなか。 えっと、近くでサッカーをしたりとか、あの運動したりとかってことが、あの。こう自由に使えるグラウンドができるので、その辺はこう。アルゼンチンに近づくなというか、あの、うん、そういった環境面はあるかなと思いますね。ああ、なるほどね。自由に使ってくれるといいなっていう考え方ですよね。ち <laughs> なみに、アルゼンチンって、結構。手足不自由な。 人たちが結構街でも普通に見,見ますかあアルゼンチンは足がない人が結構僕は印象がありました。<ー>まあちょっとその貧困の差というかそういったものは日本よりも、えー、と大きいと思いますので、えー、とそういった景色を見ることはやっぱり多かったですね。なんか当たり前に見るでしょ。見ます見ます。 うん、なんかみんなさんがね、うん、誰でも自由にね、来てくれると、あこういう人なんだなって人な、人が分かると嬉しかったりし、接しやすくなるかなってね、思ってい、えどうでくんちょっといいですかスタジアムを鎌倉インテルできますけど、うん、そのデフの皆さんが一番困ること、サッカーのスタジアムってそ困ることって何なんですかああ サッカー例えば、聞こえないことを忘れ,て忘れさせられる場所だと思ってるんですよ。今のいいね、かっこよかった。おぉ、かっこ,いいこと言ってくれた。あれしいわで。でも、やっぱほらあの、せっかくだから、もしかしたらこれで上松君とか、僕らこういう機会で、あじゃ、スタジアムに何かこう目印を作った方がいいとか、そういったいろんなこうみんなが使えるような、本当に、まあ、それこそみんなのスタジアムですもんね、よもさんね。 それはぜひ、ね、聞きたいんですけど、うんあのー、僕らスタジアムって呼んでるけど、まあ、席はあるけど、まあ、言ってみればグラウンドですよ。うんうん、これをそのデフの皆さんが使うにあたって、ここ、こういうところなんかこう気をつけてほしいみたいな、それがあるとすごい助かるんだけどっていうのはありますかなるほどね。 電光掲示板に音声認識アプリとして、喋、ね、っていることをそのまま文字に、ね、出てくれると嬉しいなとか。うんうん、それ本当にやと思う。僕らができるかわかんないけど、J リーグのスタジアムってこう LED でさこう、ウィーンってなんか回っていくじゃない、うん、ずっとこうやって回っていけばいいんじゃないこうやってぐる,ぐる,ぐる,ぐるぐるって。確かに。うん、こう360度っていうのから270度こう回ってる、うん、動く。 広告があるじゃないあれの代わりにさ、う文字がビューってやってれば、まあ、サッカー見れなくなるけどね。あ,あのスポンサー紹介に出てくるところでうあそこね、なんか車が走ったりとかしてるよね。そあ、それにワわーって言ったらすごいじゃん。もう360度見えたまちやん。 だから誰かやれ、ね、J リーグのクラブはさ、仕組みは持ってるんだから、誰かやったら一番になれるよね。うん、俺たちがやるにはもう買うとこからスタートだからさ、上松さんが2000万円ぐらいのトークン買ってくれないとできないんだけどさ。うーんうわー、すごいなぁそのスポンサーさん探したいわ俺無理や2000万死ぬわ <laughs> えっと、ファン 僕らファンにとってこんな楽しみ方があるよって、もっともっと実はト,トークンの可能性がもっと広められるように、ファンにとって楽しめる内容って、実はこんなのありますよって、他に何かあります例えばですね、これちょっと一歩上のレベルになるんですけど、じゃあトークン持ってる人がどんなことができるかを考えてみましょうっていうことすらもできるんです。 みんながね、ファンが一緒に考えることできますよ一緒に作るよって、昔から僕たちはトークンの前からみんなで作ろう、鎌倉インテルみたいなことを言ってるんだけど、最近で言うと、まあ、僕らの発想に時代が追いついてきたもんで、あのプロセスエコノミーなんて言ったりするんですけど、完全に出来上がったものに、これいいなっていう人もいるかもしれないけど、今は一緒になって、 でそのかん完全の理想の状態を一緒に作っていこうよというのが流行ってきてるんですね。そこに対して仲間になってもらうっていうイメージです。買ってもらって仲間になりますよねと。で、この持ったトークンの価値を上げるためにその人も当事者になるので、今までだったら例えばファンでチケットを買ってサッカー見に行って、ふざけんなって負けやがってクソ、社長出てこいって でもう文句言うもうもストレスを発散するだけだったかもしれないけど、そうじゃないんだと、一緒になってこのクラブを価値,に上げる価値を上げるには、建設的にどういうふうにしていくか、僕はこういうふうに思うとこうだと、もし助けが必要ならこういう人を知ってる、こういうお金を出す、こうやったらいいんじゃないかということは、みんな温かいコミュニティになっていくんですね。敵対しないんですよね。これがすごくポイントじゃないかなと思う。 ありがとうございます。ちょっと感動してます。えー、勝手に感動してますけれども <laughs>、えー、こういうトークンが魅力的なところがあるということで、ちょっとここでですね、あの、鎌倉イインターナション FC のプロモーションをちょっと今、流ししたいんですけども、いいですか ?Rules are important.